対象ロマン号は、明治鉄道が明治線の江奈駅や明智駅間で運行する急行列車。明治鉄道には、もともと団体扱いで運転されていたイベント列車で、ある、グルメ列車が存在している。1987年7月のヘルシートレインを、手始めに、キノコ列車、山菜列車、ビール列車と新規格を打ち出し、2014年時点では10種類の、 グルメ列車を走らせている。だが、当該列車の運転により2時間程度列車のない時間帯ができてしまうこと。2011年は、ちょうど、大正100年にあたり、沿線の日本大正村がこれを記念したイベントを開催することから、グルメ列車を食堂車扱いとし、また、列車の間隔が空く、この時間帯に、一般の乗客も利用できるように一般車を連結し、 急行列車として運行が開始された。明治鉄道発の速達列車である。日本大正村のマスコット、ロマンちゃんが描かれているヘッドマークも用意された。1日1往復の運行だが、月曜日のみ運休となっている。全車自由席で特別料金は不要だが、下りのみ連結する。食堂車の利用は予約が必要であり、予約は 乗車5日前の15時が受付の締め切りとなっている。食堂車のマークとして、交通新聞社の JR 時刻表などの市販時刻表では、ナイフとフォークが交差しているマークが使用されているが、JTB パブリッシングの JTB 時刻表には、昭和初期まで使用された和食堂車を表すボインに乗ったワのマークが使用されている。エナ駅、 阿ギ駅、極楽駅、岩村駅、花城温泉駅、山岡駅、明智駅基本的には、明智方に、一般車、江那方に、食堂車をつないだ2両編成。食堂車は、ロングシート車の明智6系6明智 10K10.1314 号車に、テーブルを配置して使用し、一般車は、ロングシート車、または、セミクロスシート車のうち1両を使用。2011年の実績では、 食堂車は最大3両まで増結され、一般車と合わせて最大4両編成で運転される。その場合へな方が一般車となる。また逆に食堂車利用者が少ない場合、車内に仕切りを設けて食堂車と一般車を分けるときもある。食堂車設定のない日や食堂車の予約が最小最高人数に満たない場合は一般車のみの運転となる。 ありがとうございます。